どうも、よけがわです。よろしくお願いします。野球のカードを開けてます。ちょっと7月前半、身の回りのことでバタバタしまして、更新頻度もね、落ちてしまいましたが、まあカードを開けるときは楽しくないとねということでやっていきましょう。今回開封いたしますベースボールカードはこちらです。BBM 広島東洋カープベースボールカード2024です。こちら開けていきます。はい、このチャンネルでは3回目となるカープのこのチームリミなんですけれども、毎年直筆サインのデザインがいいとかね、カードデザインがかなりいいということで人気の商品でもあります。今年も、まあ、こんなデザインのね、直筆サイン、後ほど本物もね、お見せしながら開けていきます。まあこの商品はとても嬉しい、直筆サイン1枚確定している商品です。なんならカートンに13枚14枚とかあるみたいなので、まあ、要するに直筆サイン2枚箱というのも期待できる商品ですね。カープもね、もういい選手揃ってますし、セ・リーグも団子状態の中強く戦っております。誰のサインが出てくれるのでしょうか。早速参ります。広島東洋カープのチームリミ、開けていきます。まあ、開けながら狙いの選手なども話していこうと思いますが、はい、この18パックから直筆サイン、誰のものが出てくれるでしょうか。こういう開封動画も時間が空くとなんやかんや下手くそになるもので いろいろ思い出しながらの開封ですね。では参ります。本日最初のカードこちら、森翔平選手からスタート期待の左腕、こちらがレギュラーカード。まあ、文字が斜めに入っていたり、白と赤の使い方、やはり今年もレギュラーカードから興味深いデザインをしております。裏側こんな感じ。森選手もね、楽しみですからね。末包選手、バッティングにおいてはもう文句なしにすごいバッターだと思うんですが、広角に打てますしね。まあ、ただ怪我ですね、やっぱりね。シーズン通して出場できたらどんな数字を残すのかというのも見てみたい選手です。末包選手に上本選手、レフトの守備もいいですよね、上本選手ね。はい、斎藤佑太選手、昨年のドラ1もね、着々にといったところでしょうか。クライムアップ田村俊介選手、インサートカード。田村選手もオープン戦の頃は大きな期待かけられておりましたが、まだまだね、着々とね、クライムアップといきましょう。大瀬良選手、ノーヒットノーランも達成しました。カープはもうとにかく先発中継ぎピッチャーがすごい揃ってますからね。まあ、投高打低っていうのもありますが、まあ、にしてもすごい防御率ですね、今年はね。頼れるエースとなっております。最後は中田悠斗選手はルーキーですね。はい、中田選手は沖縄尚学。今年カープはルーキーはどうでしょうかね。すでにね、1軍でバリバリ出てますっていう選手はまだおりませんが、シャイナー選手、こういう選手がしっかりね、長打ホームラン打ってくると怖いですよね。はい、レッドホット、サブセット、こちらも田村選手ですね。やはり赤が軸になってくるカープのチームリミ。小林選手、二俣選手、昨年のチームリミはこの二俣選手の直筆サイン出てくれました。それからやはり注目しておりますが、一軍でも出場機会が増えてきております。嬉しいことですね。お、これは常廣選手ですね。ルーキーのインサートでしょうか。ライズザ甲子園、なんだこれ、読めない。相変わらず英語が勉強不足な男ではありますが、常廣選手もね、本格化が楽しみですね。はい、林選手、そして日高選手、オリックスから人的保障で入った選手ですね。楽しみなんですよね、日高選手も。はい、このルーキーのインサートって今年結構出にくいものになってると思うので、他の球団のもので言えばね、しかもドラ1でというのは嬉しいところですね。小林選手、河野選手、2年目、こちらが菊池選手。まあ、少しずつね、菊池選手にしては守備でも少しミスが見えたりもしますが、まあでもホームランも6本打ってますか。攻守の存在感はやはり強い選手ですね、未だにね。はい、これは何ですか。アドア選手のサブセット、5年ぶりの先発登板で勝利、ベイスターズ戦ですね、これね。いや、アドア選手はね、なんかこう、厄介な先発になりそうだなという感じはあります。まあ、つい最近の試合はベイスターズ勝ちましたけれども、苦手意識をつけたくないタイプのピッチャーですね。いいピッチャーですよね、アドア選手ね。はい、秋山翔吾選手、同い年応援しております。頑張っておりますね。はい、いろんなカード出てきます。リンク、ボーイン1991は大瀬良選手とクリ選手ですね。
同じ年に生まれた両エースという感じのカード、パステルカラーで目立ちますね。これもね、野間選手打率残してますね。野間選手もね、はい、今年で言うと完封で負けることも多いチームではありますが、野間選手、秋山選手だったりね、打率も安定してます。はい、そして増田選手も2年目のピッチャーですね。こちらはレッドホット田村選手、床田選手、左のエース床田選手も今0点台1点台、もう素晴らしい左腕ですね。はい、そして二俣選手、高田一選手、ルーキー、なんか可愛い表情ですねこれね。ハッチ選手、そして、フォーカルポイント3打数3安打7回投げ勝ち投手、森下選手、何を言っとんじゃ、まあ、何を言っとんじゃってぐらい打つんですよねこの人はね。最近いろんなところで森下選手のこのバッティングのカードを見るようになってきましたもんね。はい、はい、続いてまいります。森翔平選手、相澤選手、こちらも88年組のベテランキャッチャー頑張ってますね。はい、野村選手去年ちょっと出てましたけど、今年どうだろう、あまり見てない気がします。レッドホットは黒原選手もね、いいリリーフになってきました。お、金髪のホログラム、二俣選手が出てくれましたね。クライムアップ、綺麗なカードです。こちら、50シリアル。お、昨年から縁がありますね、二俣選手。今日最初のシリアルは、こちらのカード。はい、アドア選手に、高田一選手ですと。はい、次は、レッドホット、黒原選手、コルニエル選手、さらには、小園選手ですね。小園選手も3割近く、打っております。打線を引っ張るような存在になってきました。本当に体感ですけど、ベイスターズ戦 5,6 割打ってる気がします。もうなんかいつも塁出てる感じがする。いや、バットマンとしてもね、存在感出てきましたよね。はい、磯村選手、そしてクリアレン選手、やはり先発が揃っているハーン選手、カープってそう考えると結構左のリリーフいますね。内田選手、内田正大選手期待されてますねこちらも。はい、はい、そしてこちらが新井監督、真正面からの新井監督、胴上げ見れるでしょうかね今年ね。シャイナー選手、森浦選手、こちらも左のリリーフ、リリーフピッチャーがね、防御率1点台とかがすごい揃ってるんでね、カープはね。クラウドナイン菊池選手、神々しいインサートですねこれね。はい、日高選手、高木選手、そして坂倉選手、まあ、本来ならバッティングはもう少しこの人が上がってこないとという感じでしょうかね。捕手専念から2年目、今年はどうでしょうかこの後ね。はい、さあ参りましょう。コルニエル選手、末金選手、フォーカルポイントは初の4番でいきなり決勝打、小園選手、阪神戦ですね。はい、磯村選手、なんか綺麗なカードだな。綺麗なカードは矢野選手のインサート、インサートじゃないか、レギュラーカードのバリエーションかな。金色の紙です。100シリアルのもの、まあ、この矢野選手はキャラクターもいいということと、今年また新たな忍者としてね、躍動しておりますね。ブレイクを感じさせますね、矢野選手の金紙のカードです。今日はこんな感じのカードが多い。はい、森浦選手、骨選手、去年結構頑張ってましたよね。今年どうだろう。はい、カード的にはね、サイン確定ってことは、トレジャー、エスペランサーとかその辺も当てたかったところですけど、どうでしょうかね。はい、松山選手、こちらもベテラン頑張っておりますね。赤塚選手、ルーキー。そして、玉村翔吾選手もね、先発で頑張ってる左腕ですね。こちらはクライムアップ、玉田選手、上本選手、ニラサワ選手、バウアーからよく打ってたニラサワ選手ですね。頑張ってほしいですね。ウグサ選手、期待の野手もたくさんおります。はい。さあ、サインはまだ出ていない、こちらから。1988年生まれ同士のリンクですね。秋山選手と相澤選手。まだまだね、今年36っていう世代ですけどね。頑張ってますね。野村選手、長谷部選手、こちらが中村隆弘選手。こちらも一発のある選手になってほしいですね。はい、そして松山選手、森下選手、
まあ、さっき打つ方の話しましたが、もちろん投げる方でも素晴らしいピッチングしております。そして栗選手ですね。はい、本当いきなりですけど、暑さには気をつけてくださいね。もう異常な暑さです。この間ハマスタでもね、ジャクソンとか熱中症のような状態ありましたので、本当に大変だと思います。中村選手、小園選手、滝田選手、ルーキーの左腕長谷部選手、田中康介選手、こちらは日本人最速タイの通算100セーブ栗林選手、1点台が並ぶリリーフ、この人は0点台、圧倒的な守護神となってきました。 WBC 前にはね、ちょっと怪我とかもありましたけど、万全ならね、やっぱり手がつけられないピッチャーです。いいピッチャー。はい、お堀江選手も頑張ってますよね。揃ってますね、本当リリーフといい左腕といい。はい、さあ次です。清水選手、こちらが滝田選手、林選手、さあこれはなんだ、アンブレイカブル堂林選手、すごい鎖チェーンがすごいですね。まあ壊れることのないというか、まだまだ再起をかけてほしい選手ですね、堂林選手。はい、繰り返される堂林選手。そしてあの人ノーランですね、大瀬良選手の史上90人目という快挙です。ロッテ戦でしたね。あ、そうだ、マツダスタジアムでは初めての快挙だったんですよね、これね。歴史に名を刻んだ大瀬良選手に栗林選手。はい、続いて清水選手、田中康介選手、これはサブセット、レッドホット二俣選手。二俣選手結構カード化されてますね、いいですね。はい、ケムナ選手、はい、床田選手、キラキラのカード、大瀬良選手、アドゥア選手、先発陣のカードでした。残りは5パックですね。はい、サインももうすぐでしょうかね。増田選手、赤塚選手、横かな、玉村選手、こちらは秋山翔吾選手。さあこれは、あ、これはだからそういうことかな、そういうことのようですね。金色の背景なんですけど、これは OB の、まあ、コーチのサインかなと思います。現役なら赤いんですよね。まあどちらにしても最後に取っておきましょうか。はい、滝田選手、内間選手、現役ドラフトでね、楽天から来た選手でしたかね。はい、はい、どんどんいきます。リンク1988、矢崎選手、こちらも頑張っているリリーフ、斉藤選手、クラウドナインは床田選手、はい、そして相澤選手、島内選手、さらには大道選手と、はい、はい、そしてキャッチャー持丸選手、田村選手、期待の野手が多いです。久保選手もそうですね、常広選手、ドラフト1位レギュラーカード、こちらはクラウドナイン、野間選手、いいですね、神々しい。そして小園選手、矢野選手、レギュラーカードがやっぱりこっちですね。はい、さあ残り2パック、何か起きるかな。相澤選手、秋山選手、88年組、続いて曽根選手、スーパーサブという感じでしょうかね。小園選手のサブセットに田村選手、レイノルズ選手はすでにね対談しておりますね。中崎選手、はい、まあ、なかなか2枚箱というのも難しいお話でしたかね。最後の1パックです。林選手、曽根選手、上本選手、こちらがクラウドナイン、坂倉選手、黒原選手に堂林選手、松本龍也選手で終わりということで。さて、まあ、今回は OB コーチの直筆サインということになりそうですが、どなたのものでしょうか。開けていきましょう。ゆっくりと、このゴールドのデザイン、このサイン、左腕で投げているということで、いや、でも懐かしいですね。いいですね。菊池原さんですね。まあ、リリーフ左腕が揃っているという話もしましたけれども、まあ、この時のカープの左キラー、ワンポイントということも多かったでしょうかね。
90シリアルです、まあ、全てゴールドっぽいというかそんなカードが出てくれたカープのチームリミでした。色味は綺麗ですよね、こうやって見るとね。はい、ということでこんな内容でした。まあ、ここからはね BBM のセカンドバージョンとかも出ます。エポックプレミアはまだ何球団か出ますが、 BBM のチームリミはね今年はこれで最後の方になると思うので、まあ、夏からもね面白いカードをたくさん開けていきましょう。繰り返しですが本当に暑さには気をつけてください。エアコンも我慢せずにつけましょうね。はい、ということで全然カード開封関係ない話でしたが、こんなところで今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。はい、ご視聴ありがとうございました。よけがわでした。また今度。